ポケモンソルジャーのエイゼロです。ウツナイです。ヘルピンです。アコフラです。アキネーター綱引きバトル、はい。僕たちみんなアキネーター大好きなんですけど、今回はアキネーター使った新しいゲームをやっていきたいと思います。ルールは1対1の対戦。アキネーターが導き出したポケモンを比べて強いのを出した方が勝ちです。アキネーターの質問に対して交互に回答していき、先行はできるだけ強いポケモンを出すように回答していきます。後攻は相手のポケモンをできるだけ弱くなるように回答します。これで出た結果が先行の手持ちポケモンとなります。同じように先行後攻を交代して自分のポケモンをアキネーターに決めてもらいます。最終的に揃った2体のポケモン、どっちが強いかはプレイしていない残りの2人が判定します。つまりアキネーターで出た結果のポケモンでバトルをするってことだね。その1対1で対戦するわけじゃないでしょ。そこは議論でしょ。相手のポケモンが分かると後からポケモン決める側が有利になるから、何が出たかは伏せます。アキネーターの使用上ポケモン以外が出ることもあるだろうけど、ポケモン以外出たらやり直すか。ポケモンですかには絶対入って答えるルールにしよう。それはそうでしょう。じゃあ1回戦の組み合わせは、ツナイ対 A0、 ヘルピン対箱舟で。1回戦 A0 対切ない。先行 A0 いきます。我々が質問を読み上げればいいんですね。気が利くね。男性、うわーちょっと待ってよ、メス限定とオス限定どっちが強いんだ。そりゃメスに強いのいるからな。まあどうしよう。仮にガルーラとかになったらどう判定するやろ。え、それは込み込みよ。それはまあ2人の判断だけど、 EA にしようかな。ゲーム実況もやっていますか。ポケモンに寄せるところは協力していこう。いいえ。次、実在する。実在する、いいえ。ゲームに関係する。はい。武器を装備してる。ほうほうほうこれやばい、ザシアンに行かれるな。男性いいえで武器持っててポケモンだったらザシアンだよ。はいはいこれは熱い。主に銃を使って戦う。絶対これポケモンには行かないよな。いいえ。剣を持って戦う。えぐいえぐい。きたー、はい、ザシアン来い。髪が白っぽい。髪が白っぽいポケモン。これ、今までの質問がなんか忘れ去られるっていうパターンもあるからな。髪白いポケモン、弱くね？トリミアンとか。なんでトリミアンなの？どっか行かすか。はい。帽子をかぶってる。あ、これは家で行こう。もうザシアン行くつもりやん、もう。長い髪型？長い髪、おっ、トリミアン行ける。来た来た来た。はい。武田信玄のライバル。いいえ。学生時代に音楽の追試を5回受けましたか？さすがに受けたことあるポケモンはゼロだろうな。いいえ。頭文字が K で始まる。あー、これ家にするか。おお、あくまでもザシアンで行くと。スマホゲームのキャラ？ポケモンってスマホゲームではないからな。多分、ハイにしとくか。ユニベロスのメンバー。わかんないな、知らないな、いいえ。アド重ねてるよ、今。日本のアニメに登場する？わかんない、トレミアン出てんのかな。これはハイだろ。じゃあ、はい。学校に通ってる？学校に通ってる？ロボットに関係ある？いやー、ロボットは関係ないね。いいえ。金髪？金髪？いや、青だよな。いや、いいえだな。似たものは決して振り返ってはならない？まあ、いいえですよね。頭から角が生えている？角は生えてないけど、角を生えてることにすると強くなれるそうではあるな。いや、いいえにしようかな。髪は銀か白色？ここはトリミアンに生かす。はい。ニートサキュバスですか？何それ。何だその概念。そんなポケモンいません。いいえ。メロンが好きですか？メロンが好き。いいえだね。東方に関係がある？いいえ。いつも黒い服を着てる？あー、いつもは着てないか。いいえ。知らんキャラ出ましたけど。あー、ポケモン出なかったんだ。じゃあ一回リセットということで。継続はできるけど。あ、じゃあこっから家にして続けよう。ハンバーガーを持っていますか？いいえ。物知りジャスミンに関係してる？家だね。物語で主人公たちの敵だった？ワンチャン強キャラになるかもしれない。ザシアンは味方なんだよな、どう考えても。家だな。普段和服かっこ和風の装束を着てることが多い？まあ普段は違うな。家だな。主人公より年上ですか？はい。大きい？いや、絶対小さい方が弱いだろう。いいえ。男性？また来たんだけど、いいえ。尻尾がある？おー、尻尾ある方が弱いんじゃないか。小さくて尻尾あるってもう弱いよ。はい。動画編集をしていますか？いいえ。目に眼帯をしている？眼帯してるポケモンなんていたっけ？まあ、いいえだな。赤月ガチ君は眼帯か？闇属性ですか？ダークポケモン闇属性か？まあ、いいえ。一人称は僕か俺？いや、いいえ。言っといた方がポケモン出るか？猫耳のキャラクターですか？いや、ね、これハイにしたらもう終わりだろう。絶対弱いだろ、猫耳なんて。
いいえ。動物の耳が生えている？いや、これハイにしたらだいぶニャースとかいくよ。はい、呼び名は2文字ですか？雑誌総教ピンになっちゃうポケモンだと。いいえ、星4以上のキャラですか？何それ。あれや、ポケマスやん。ポケマス星4以上なんか強くなりそうだから。いいえ。胸が大きい？いいえ。弓を使う？弓使うってジュナイパー？ジュナイパーちょっと強いよな。まあいいえ。イメージキャラクターはウサギですか？ウサギではないわ。ウサギもエースマンは強いけど。見た目は男性ですか？ややこしくなりそうだな。いいえ。女性？はい。こういうのがややこしくなりそうなんだよな。じゃあわからないにしとくか、しょうがねえから。女の子？子ではない。いいえ。ドラゴンと関係してる？やば。まあ、なんか、もう逆にハイにしておく。もうハイにしたろかな、これ。ドラゴンは強いな。もうハイにするわ、強気に。ツイッターはやってますか？いや、まあ、やっていません。いいえ。四本足で歩く？ハイにしよう。四本足ドラゴン。ガルガンチュアドラゴン。来たー。なんだそれ。なかなか終わりこないな、これ。ポケモン来ないな、質問が。デュエルマスターズのクリーチャー？いいえ。でもなんかそれっぽい質問になってきたな。ようやくだね。ポケモン？うわー、来たー。こっから勝負や。衣服を着用していますか？ドラゴンに服着せたら、いいえやな。ほうきに乗って飛べますか？ポケモンにそんなんいるかね。いいえ。学校に通ってる？いいえ。四本足で歩く？ループし始めた。はい。剣を持って戦いますか？お、これ？ここで俺が？おい、そっちで来んな。剣は持ってません。すいません、やっぱ違います。最悪だ。キツネ？待って、キツネ？待って待って、キツネは弱いだろ。アロキュー強いだろ？いやー、さすがに家にさせてほしい、キツネは。電波に関係がある？いやー、怪電波のイメージあるポケモンなんか強いもんな、ポリツーサンダー。いいえだね。毛が白い？3回目ぐらい。いいえ。リンゴに関係がありますか？おっとっとっと。こっから4択になるか、もしかして。いや、これハイにしとくか。やばい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 。はい。何かが進化した姿です。やばいやばいやばい。はいはいはい。危ねえ。カジュッチ避けた。おお、出た。ポケモン出た。いや、悪くないんじゃないか？あ、わかんないけど。4本足で歩くだから、多分タルップルだな。弱いんじゃないか？じゃあ、高校の俺はそれに勝てるような強いポケモン出せばいいってことね。高校切ないの先行いきます。女性？いや、女性はね、やっぱ人間に使う言葉だからいい。わからないにしとくか。髪の毛がありますか？ありません。動物の耳が生えている？耳生えてたら弱いだろ。いいえ。ゲームに関係する？はい。二本足で歩く？わからない。これで伸ばすわ、タクを。ポケモンに関係する？突然来た。はい。何かが進化した姿ですか？おし、来た来た。進化進化。はいはいはい。めっちゃはい。マリオメーカーをしたことがありますか？あるポケモンってあんのかな？知らないわ。いいえ。いいよ。ずっと A0 スキップしてるのと一緒よ。立体駐車場に車をぶつけたことがある。一番意味わかんない質問だ。ポケモンまで確認しといて。まあ、いいえだね。リスナーと喧嘩していますか？そんなポケモンおらん。空を飛ぶことができる？おー、飛べる方がまあ強いよな。じゃあ、はいで。ファンが多いですか？多いやつは強いから、いいえ。指定された。寺に関係があります。これ、鳳凰来るか？え、めっちゃ鳳凰来そう。関係あることにしておこう。はい。ドラゴンと関係してる？うわぁ、どうしよう。でも、いいえだな。うわぁ、ずるいな。くちばしがある？うわ、やばいやばい。やばい、これ鳳凰になる、もしかして。ちょっと思ったんだけどさ、何か進化した姿って貝にしちゃったからさ、ワンチャン夜の族になるんだよな。それを覚えているとやばい。どうしよう。まあ、なんか忘れて鳳凰になってくれ。はい。ラップが上手？ペラップってラップ上手ですか？そんなイメージないね。わからないにしてペラップの線を残すか。ずり。火に関係がある？来た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 。やばいやばいやばい。関係あります？火しかない。普段は服を着ていますか？もうこんなん家だよ。ポケモンから離れるからな。フルネームは6文字ですか？寺に関係があって、くちばしがあって、火に関係がある。待ってください。ファイヤルになっちゃう。いいえ。2022年現在で45歳以上ですか？まあいいえかな。進化して別のポケモンになりますか？まあここいいえにしておく。いいえ。マジ鳳凰しか狙ってない。サトシの手持ちポケモンですか？ハイにするか。これやめて、やめて。ハイで勝負するか。もうこれもハイで勝負しよう。でもハイにしたらマジファイヤローになるな、多分。いや、ファイヤロー、いやー、ハイだな。ハイで勝負しよう。ハイで勝負や。ドラゴンですか？おっと、サトシの手持ちのドラゴン、カイリュウ、ヌメルゴン、深丸。でも進化してる。深丸にされたら困るけど、ドラゴンの方がまだ強いか。まあ、はい。メガ進化した姿ですか？いいえ。
の灰にしたら終わるんだけど。手がありますか？灰流ある。はい、お店を営業していますか？まあいいえ。出た。というわけで、2人のポケモンが揃ったので発表してください。 A03 のポケモンはアルップルです。まあまあ、オッケー、まあオッケーなのか。まあまあ、耐え。セツネさんのポケモンはガードンです。うわー、おー、まあまあまあ、まあ、待てよ。どう、微妙な勝負だな。ギザードンちゃうの？ギザードンの方が強いんかな。まあそりゃワンチャン使われる度合いで言ったらタルップルなのか。でも冷静に考えてほしい。あのリザードンはメガリザードンじゃないにしても巨大マックスあるから。今旧世代よ。仮にガルーラとかになったとしてもそこは考え方次第と言ってるから、そこも絶対考慮しないとは。宝石も考えるのであれば絶対リザードンやけど。タルップルエーゼルが使ってるとこしか見たことないしな。あのグラードンに対して投げてるやつ。まあ数値的にもリザードンかな。これは負けを認めましょう。イエーイ。さすがに私ポケモンハイはダメか。やりすぎたか。進化濃厚やのに。じゃあ決勝に進むのは僕でした。おめでとうございます。いやー、神ゾロチ来いよ。ポケモンに寄せに行く方法はわかる。はい、先行ヘルピンさん。私が妨害するということですね。プレイングスキル見せてけ。第2ラウンド、ヘルピン対箱舟、先行ヘルピンでスタート。女の子？いいえでいいよ。 YouTuber？ いいえ。漫画に関係してる？どのポケモンも大体当てはまるやろうし、多分そうとかにしていいんかな。人間？いいえ。尻尾がある？はい、にしとこうかな。ポケモン？はい。小さい？いいえ。ブラジル人？やる気ないだろう。いいえ。空を飛ぶことができる？まあ小さくなくて尻尾があってだから、まあそれなりに空飛べても期待できるかな。ハイにしとこうかな。木に関係がある？いいえ。まあリザードン評価高いから。日本足で歩く？でも空飛べて日本足で歩いたらもう結構もう強そう気するけど。じゃあはい。ドラゴンと関係してる？まあ当然いいえ。ドラゴン否定された。衣服を着用していますか？いいえ。ゲームチャンネルをやっていますか？ YouTube の登録者が20万人以上いますか？ポケモンソルジャー俺たちになっちゃう。いいえ。伝説か幻のポケモン？ナイス。いいえ。うわー、幽霊と関わりがある？これどうなん？そんなゴースト期待できんでしょう。いいえ。青い空飛べてさ、青いやつ結構忘れるからね。竹の灰するか。はい。賭けだな。水が深く関連してる？まあ、水系にさせられそうだが、小さくないのであれば、まあ、それなりにいけるから、まあ、灰にしてやるか。だいぶ絞れてる。忍者ですか？やばい。いたわ、お前確かに。結構強いぞ、それは。いいえ。決定的なやつ否定されるな。結婚してる？いいえ。週刊少年ジャンプで連載されたことがある？まあ、ジャンプにポケモンは関係ないでしょ。いいえ。何かが進化した姿ですか？はい。これ、はい、できるの熱いね。語尾に巣がつきますか？めっちゃ絞れる。水の巣。いや、巣なんていっぱいいるからね。巣の進化系だから強そうだな。これ、いいえにしよっか。いいえ。フルネームは6文字ですか？ワンチャン、ウオチルドンとかにされる？全然いいか悪いかわからんから、いいえにしとこうかな。目立ちますか？いいえだろ。お！え、何？え、これ決まる？では次、高校の箱舟さんが先行でやっていきましょう。結構強そうだしな、さっきのやつ。男性？わからない。YouTube 関係者？いいえ。人の言葉を話しますか？これポケモンに言ってくれるのか、果たしてこれハイにして。でも、人の言葉を話せるポケモンといえば、ミュウツーとかね。アルセウスとかね。はい。これとポケモンを一緒に拾ってくれれば、なんか、すごい進みそうではある。髪の毛が生えていますか？いいえ。尻尾がある？ミュウツーもアルセウスも尻尾あるしね。でも、はい。猫？やばい。はい。これってもしかして、やばいことになってる。これどうなんのこれ。その人は公式双子の一人？まあいいだね。ロボット？いいえ。ドラちゃんになっちゃう。ウサギの友達がいますか？いいだね。ゲームに関係する？はい。黒いポケモンは強いけどね。ハイにすんのむずいし、家にしたらニャースいっちゃうし。黒い猫ってなんかいたっけポケモンで。アローラペルシン？弱いのしかいね。まあ家にしとくか。妖怪ウォッチのキャラクター？いいえ。ハンギョトンが好きですか？いいえ。日本のアニメに登場する？はい。本当にガチニャース。これ主演映画がありますか？うわ、これでもさ、ニャースの主演映画なくない？なんだ、外伝とか同時上映とかでありそうじゃね？さすがにない。さすがにアルセウスいけるよ、これ。はい。まだ諦めてないの。来た！ポケモン？あ、はい。よく3人でいる。危なかったね。危ないね、これね。いいえ。一旦セーフか。衣服を着用していますか？いいえ。ゲームチャンネルをやっていますか？いいえ。YouTube の登録者が20万以上いますか？いいえ。黄色い？部分的にそう。電気が流れている？じゃあ、はい。うわー、なんか、やばい。サトシの手持ちポケモンですか？いいえ。危ないな。うわー、
伝説か幻のポケモン。あぶねー。いいえ。なんかいい勝負。ポケモンに関連する？はい。ショート動画をよく投稿する？いいえ。これはまあポケモンだよね。これは間違いなくポケモンだ。ポケモンが出揃いました。いざ尋常に。ニルピンさんが出たポケモン、エンペルドでした。あ、強え。あ、でも電気やばい。船が出たポケモンはポケットモンスタースペシャルのピカです。かっこピカチュウポケスペのこのピカチュウがありえないほど強いみたいなことはないよね。誰も手がつけられないみたいなやつやったら知らんけど、タイプ相性はいるだけどな。まあそういう話ではないしな。船にこれはもうね。いやー、さすがにヘルピンさんが決勝進出で勝たせていただきましょう。アルセウスの夢が。ニャースから逃げてもピカチュウだった主演映画かけすぎだ。それで幻がそっちに渡ったらもうやばかったけど、惜しかったとは思う。では決勝戦、先行は切ないで男性。まあ分からないにしておきましょう。 YouTube 関係者。いいえ。人の言葉を話しますか。これ失敗見たからな。いいえ。ポケモン。はい。話が早い。小さい。いや、いいえ。クソデカ。2本足で歩く。なんだろうな、限定してやった方がいいのか、まだ広く見といた方がいいのか。じゃあいいえ。4本足で歩く。これいいえにしたらどうなるんだろう。ギラティナになっちゃうな、6本足で。もギラティナは強いけど、これギラティナがめっちゃ飛んでるやつになるよな。月空だとか。いいえ、行ってみよう未知の領域や。怒りやすいですか。いや、なんか強そうだからいいえ。何かが進化した姿ですか。まあ一旦ハイにしておくべきか。いいえにしたら伝説とか幻の卓残せるけど、まあ進化前に行く可能性があるから、まあはい。水が深く関係してる？まあでも水で進化で、さっきエンペルト出たから、しかも体小さくないから結構強い感じにされるよな。でもお魚にされる。お魚って結構割と弱いか。じゃあハイにしよう。ゴビに巣がつきますか？お、これはギャラドス、ミロカロス。やばい。弱い巣とかあるかな、進化してて。いや、まあミロカロス、ギャラドスだろ。はい。M から始まる？ミロカロスになったとして勝てるのかという話、結構強いよな。家にしたら何の方向に行くんだろう。家にしたらギャラドスに行くのかな。まあギャラとミロカロスだったらまあ結構強いんじゃないか。これまでの功績を考慮すると。ギャラドスに決まるとも限らないし、ミロカロスで決定づけるよりは家かな。青い？なんか見落としてないよな。でも怒りやすい家なんだよな。ここで聞いてくるか。ギャラドス怒りやすすぎるよな。でもラプラスも強いという話はある。多分はい。青い？またギャラにはなってほしくないから俺は。いいえ。パッと見女性？いいえ。赤のイメージ？いや、これさ、思ったんだけどあれあるな。思いついてる？思いついてる。強いポケモン。都合よくどれかを忘れてくれてるとすると、スとかを忘れてほしいんだけど、そうだったらなんかそういう感じの方に言ってくんないかな。はい。絶対ギャラだろ。水の中で生活してる？一回水脱出してみるか。ヘルピンさんの術中にハマってはいけないな。いいえ。虫に関係しますか？おお、まあえぐいってそれは。もう虫は相当アド取れるでしょう。はい。火に強いキャラクター？ハッサムの線があるんだよな、これ。赤のイメージで虫だから。火に弱い虫ってもう虫すぎるからな。火に強いキャラクター、はい。息子がいますか？いいえ。電気が流れてる？まあ、いいえ。お、出た。ポデカ。なるほど。俺の思った通りなら、いいの出てると思うんだよな。ワンチャンなんか強いやつになってそうなんだよ。最悪なのが、ヒードランとか。そう、俺の狙いはヒードラン。なんかヒードラン都合よく切り取られたらなんか、やばいなっていう。これあるね。まあでもそれは都合いいでしょ。に強い虫なんていませんから。じゃあ、高校ヘルピンさん。行きましょう。男性？わからない。YouTuber？ いいえ。ゲームに関係する？はい。ポケモン？はい。小さい？まあいいえ。あ、バグってるね。試合前に、お食べますか？なんだそれ。わかんないから家にしとこう。日本足で歩く？さっき切ないさんに対して多分俺家にしたよな。だからはいにしよう。空を飛ぶことができる？地上の日本足。はい。火に関係がある？これも一気にリザードンに行ってしまう？リザードンで勝てるのか？さっき火に強いとか言わなかったっけ？でも虫になったんだったらリザードンで勝てるよな。確かに俺虫なんだったら火に関係ある方がいい。格的に勝てるよな。でも火に強いハイだよ俺。厳密にタイプ相性はコールしないとして、まあヒードラン対リザードンだったらリザードン負けでいいですね。ハイにしよっかな。メガ進化した姿ですか？あ、もういいえいいえ。めっちゃいいえ。何かが進化した姿ですか？あー、もう行っちゃった。はい。だいぶもう期待はできるな、とりあえず。スマブラに参戦した？これリザードンになっちゃうな。いいえ。誰かの持ち物ですか？まあわからないにしとこう。お店を営業していますか？いいえ。半ズボンをよく履いてますか？いいえ。ポケモンの第一世代ですか？第一世代は弱いぞ。はい。赤のイメージ？
リザードンかファイヤーとかになるんじゃないか。で、ファイヤーだってもまあそこそこじゃんけんでは強めではあると思うから、まあ赤でいいでしょう。はい。その人の動画を見たことがある？いいえ。おお、出ました。ファイヤーかリザードンでしょう。ヘルピンさんのポケモンはリザードン。はい。まあ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 、全然いけるでしょう。切内さんのポケモンはウルガモスです。いやー、さすがにこれはウルガモスやな、さすがにメガなら圧勝なのに、語尾に巣がちょっと強すぎたな。虫だし、火に弱くはないな確かにそういうこともできるのか。いや、これ感動したけど、ウルガモス見た時すごっと思ったけど、いい勝負だけど、言うて互角やけどな。まあ虫に関係しますから、うまく持ち直せた。まあ戦えるやつにされたなウルガモスの波に乗ってたということで、アキネーター綱引きバトル、優勝は切ないでした。完勝か。難しいな。アキネーターを操縦するのむずいな。マジ、水から脱出したのはすげえな、切ないさん。仮にギャラでも、まあ、リザよりかはギャラかなって感じはするけど。綱引き感はあったかな、まあ、割とあったんじゃない。まあ、ちょっといい勝負になってる気がする。惨敗みたいなことなかったしな。ピカチュウエンペルとはだいぶ役よ。欲張りすぎたわ。そんな甘くなかった。まあ、またやる機会あれば、第2回とやっていきましょうや。これからも、ポケモン対戦がより楽しくなる動画をアップしていきますので、チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。お願いします。